私たちは声優というお職業をしているんですけれども、うん、あの声優としてアフレコに挑むという時に何かこうしておけばいいとかそういうものってありますか？あ、知りたい。こうしておけばいい。これは本当にこのとある魔術のインデックスで、うん、俺がトーマをやるっていう時だけの話なんだけど、あ、はい、あの魔術師って言うように言えるように頑張ってる。魔術師。魔術師。そうだ。結構出てきますか、やっぱり。結構出てきて、魔術師がとか、魔術じゃとか、なんか魔術中とか、ああ、俺何可愛いこと言ってんの。ちょっと自己嫌悪に陥ったりとかして、俺がっかりだよって思って。もうそこをいつもこう頑張って言えるように。そうですよね、うん、長ゼル決めたと思って最後に出てきたマジュチュチュあーって思ったりとかしてなっちゃいますもん ね。ゆかちゃんは何かありますか？なんでしょう ね。役を下ろすというか入り込む人とかいるじゃないですか、うん、っていうよりは私役のそばにいたいタイプなので、うん、感覚的な言い方なんですけど、うん、なのでなんだろう、あんまり台本を読むけど読み込みすぎないようにはします。まあそうですね、うん、なんか多分きっといろんなやり方があると思うんですけど、そのあんまりこうガチガチに決めすぎちゃうと、うん、こう現場での指示にこう従えなくなってこう動けなくなっちゃうので、うん、ちゃんと流れと意味とっていうのはちゃんと理解した上で、うん、あとはこう皆さんの声を聞いたりしてこう、ね、変えられたら一番素敵だなって思いながら、うん、現場で合わせることって結構重要だからね。作品の注目ポイント、ここを見てほしいなっていう部分とかってありますか？そう、いっぱいあるけどいっぱいあるけど、はい、あのそこに生きてる人間たちの考え方だったり、うん、そういう信念だったりっていうところをちょっとぜひ注目してみていただきたいかなっていうところで、まあ、原作小説ってことでやっぱ読んでてこういう印象かなっていうのは大体読んでる人たちはきっとあると思うんだけども、実際それに声が当たった時に、うん、なんかどういう信念でこういう動いてて、なんかこう人と交わったことによってそのなんかお互いに影響し合ったりとか考え方変わってったりとかっていう、そういう信念の変遷のようなものがなんかぜひじっくり見ていただきたいとこかなと思います。その辺もしっかり描いてあるので、お、楽しみですね、うん、じゃあゆかちゃんは。そうですね、はい、本当にその人間の心に触れているっていう部分もそうなんですけど、あとは私個人的には音がすごく楽しみなんですね。その役者さんの声だったり雰囲気だったり、はい、そしてそのバックで流れている音楽、うん、オープニングだったりなんだったりっていう、すごい音楽の細部にもすごいこだわりがあるので、そういうなんだろうな、こうプラスでつけられたワクワク感みたいなところとかもこう見ながら楽しんでいただけたらいいなと思います。あとインデックスで言うと、これからどんどんこう紐解きがあってインデックス その謎にもこう迫っていたりするので、そういう部分とかも楽しみにしていただければいいなと思います。では最後になりましたけれども、はい、皆様に、この視聴者の皆様にメッセージの方をお願いしたいんですが、じゃあ阿部さんから。あ、僕から、はい、じゃあとある魔術のインデックス、10月からスタートになります、とっても熱くて、とってもかっこいい作品です。ぜひ見てください。ですね、本当にかっこいい信念を持った主人公をもとに可愛い女の子たちがたくさんどんどん出てきます。でもなんかこう、もういっぱい出てきて何が何だか分かんないっていうのではなく、一話一話すごいギュッギュッと一人一人にこう焦点を当てて作られているので、そういう部分を楽しみにぜひ見ていただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました、うん、ということで番組はそろそろ終わりの時間になってしまうんですけれども、はい、エンディングまでお付き合いいただけますでしょうか？もちろんです。もちろんです。ありがとうございます、はい。